コーヒータイムということで、今日は今月初めて最初で最後かな、ヘアメイクさんがついていてとっても嬉しいです。もうこの辺のね遅れ毛とか自分では再現できない。そうなんですよ嬉しいですね。こうやっぱり先ほどもエレガントというコメントもいただいていたんですけれども、まあ、ヘアメイクさんのおかげでエレガントさが出ているなら嬉しいです。それではここからは衣装協力のご紹介をさせていただきたいと思います。あ、いいですね、なんかこの夏らしい風景とともに。はい、こちらです。今日はトップスとスカートがレディメイドさん、そして、イヤリングがポノさんから協力いただきました。ありがとうございます。今日のポイントはこう色的にはですね、これ色合いは秋っぽいんですけれども、デザインがここホルターネックになっていて結構夏っぽいかなと思います。そう、スカートがねこう面白いデザインで個性的な、こうひらひらがねこうシンメトリーな感じで、そうなんですよ、可愛いんですよね。こう松ぼっくりっぽいかななんて思って、この茶色とね茶色色合いがしっかりと合っていて秋を感じさせる。あとはやっぱり半袖涼しいですね。すごく素材が通気性が良くて、これ欲しいななんて思っているんですけれどもね、ボリュームのある袖がとても可愛いです。いや、お買い上げしたいですね。とても涼しいです。まだ暑い日が続きます、残暑続きますので、ぜひ皆様もこう涼しい服装でお過ごしいただければと思います。ここまで衣装協力のご紹介していきました。